Mega Man X Legacy。一体何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、これでは失敗したのと同じ。滅亡を免れただけ良かったとでも言うのか。それだけじゃない、何かが起ころうとしている。この胸騒ぎは一体。これは何かの破片だな。ここで激しい戦いでもあったのか。一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろう。待ってよ、これは。ついに完成したぞ。この冷静な僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだ。いけない、これからなんだ。今までこの僕の研究を理解すらできなかった奴らを、そう、この世の下等なレプリロイドたち全てを僕のもとに服従させるために。できる、できるぞ。レプリロイドだけの理想の世界、僕が全てを支配する素晴らしい世界が。X、 目を覚ませ X、 今はお前しかいないんだ。お前が戦わなければ誰が戦う。早く目を覚ますんだ、X。X、起きて。巨大
しいことは後よ。現場に急行して。
地球上に残ったレプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにした。それは人間っていうところの夢、いや悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させ、ひどい時には暴走を始めたり、自らをデリートしてしまうこともある。先のスペースコロニー落下事故により、地上に残されたレプリロイドも人類もあとわずか。もうこれ以上犠牲を出すことはできない。今度こそ地球存亡の危機に関わるであろう。そこで事態を重く見た我々は、ナイトメア現象の謎を解明すべく、疑いのある8つのエリアに調査員を送り込んだ。何せナイトメア現象は、あの名を馳せたイレギュラーハンターゼロ、彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって、勝手なことを。待って X、 最後まで聞きましょう。さて、ここで勇士を募るとしよう。我々と
志を共にする者たちよ、力を貸してもらいたい。この8人の調査員のもとに集え。我々の目的はナイトメアの撲滅、そしてゼロの亡霊を消すことである。未来のため来たれ、ここに。なお、このハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておる。我らのところに来れば身の安全は保証しよう。イレギュラーハンターもレプリフォースも今や壊滅状態。未来は我らと共に自らの力で守ろうではないか。待っているぞ諸君。ふざけてる。ゼロのことをそんな風に。みんなを救うためにゼロは命を懸けて戦ったのに。今は何を言われても仕方ないわ。事実、ゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたのよ。私たちも調査する必要があるわね。ナイトメアの正体を。今はアイゾクやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、一体どんなところなんだ。調べられないか、エイリア。ダメだ、激しい電波障害が起こっていて、ここからでは調べることができないわ。なら乗り込むしかないな。直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメア、危険が伴う任務になりそう。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければならない。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失う。許されない。X、とりあえず一度戻ってくる。了解、直ちに戻る。
報告します。早くも調査員が一人。分かってる。例のイレギュラーハンターに倒されたのだろう。未だにいつ作られたかもわからないオールドロボットに勝てないのか。アイゾックよ、しばらくあのハンターを監視してくれ。は、仰せのままに。それより、あの実験はどうだ？成果は出ているか？すべては順調に絶大な効果が出ております。99.98% の確率でレプリロイドを陥れています。素晴らしい発明ですな。しかし、ハイマックスをもってすれば、今すぐにでも地球上に存在する全てのレプリロイドを抑えることが可能です。現にあのイレギュラーハンターですらかなわなかったのですから。ダメだ、もうしばらく実験を行いたい。引き続きデータの収集に当たってくれ。かしこまりました。ところで、
お前の探し物は見つかったのか。おそらくこの世には存在しないと思うが。いやー、そんなはずはありません。私は見たのです。それに奴はあのぐらいのことで死んでしまうようなランクの低いレプリロイドではありません。 X といい、確かにしぶとい奴らだからな。生きてるかもしれないが、可能性は低いだろう。必ずや見つけ出してまいります。僕にとってはどうでもいいことだ。お前の好きにするがいい。僕にはゼロの本体など必要ないからな。とにかく例の実験と X の監視だけはしっかり頼むぞ。は。
Good.
よいしょ。